はい、ありがとうございます。先ほどまでは斉藤さんが大学院卒業してどういう働きをしてきたかっていう部分と、あと JICA 海外協力隊何してたのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画では今何しているのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、改めて今どこで働いているかってお聞きしてもよろしいですか？はい、クラウドファンディングサービスをやっているレディフォーっていう会社にいます、なるほど、もう有名ですよね。すごい。レディフォーに入ろうと思ったきっかけっていうところをお聞きしたいなと思っていて、そもそも JICA 海外協力隊2年じゃないですか、その後のキャリアっていうのはいつぐらいから考え始めたんですか？終わる多分半年前ぐらいから徐々にやっぱり考え始めるようになって、そうなんですね、実際それは国際協力の業界に行くのか、もしくは民間に行くのかみたいな選択肢もあるじゃないですか、そうですね。その2つで言うとどっちだったんですか？そこ自体も悩んでいて、業界に残り続ける方がいいのか、それとももう少し違う形を考える方がいいのかっていうので結構悩んではいました。そうなんですね、斉藤さんのキャリアから言うと、国際協力で働くっていうのってそんなに難しくないんじゃないかなと僕思ってたんですよ。わかります。なんですけどそっちを選ばなかったんですね。そうですね。実際そのJICAの事務所の人だったりとか、友人だったりとか、家族だったりとかとも相談はしていて、ただ結構 JICA とか NGO とかだったら、もう少しその年を取ってからでも戻れるよみたいな話をされたんですよ。なるほどなるほど。だったら今しかできない挑戦をした方がいいかなっていう。民間企業にもう一回転職をするわけじゃないですか、その時レディフォー以外にも受けたところは結構あったんですか？3、4社受けてました。何系を受けようと思ったんですか、その時？地域開発のコンサルみたいな、行政とかとこやり取りするような会社を受けたりですとか、またリサーチ会社みたいな感じのところだったりとか、また NPO とか見たりとか、そういう感じです。じゃあレディフォーの時は入るじゃないですか、面接の時にその中でも途上国寄りで働いてたっていうところは、面接とはポジティブだったんですか、ネガティブだったんですか？ですかね、ボランティアじゃないですよっていうのはどの会社でも結構言われて、あなたがやりたいことボランティアなのであれば難しいと思いますよみたいなことは、でも割と全部の会社には言われて、そうなんだ。プラスには見てくれてると思うんですけど、ただやっぱビジネスマインド的なところはちゃんとあるのかとか、利益をこう取るみたいなところとかを考えてるかどうかは結構どの会社とかにおいても聞かれます。そうっすよね。これは結構民間に転職するとあるあるですよね。そうですね。質問だし、ボランティアってついちゃってるからね。なるほど。受かった後はどういう働きっていうか、どういうことをされてらっしゃったんですか？今もそうなんですけど、キュレーターっていう今仕事をしていて、それはクラウドファンディングをやりたいっていう、実行者さんがいるんですけど、そういった実行者さんの伴走役として、割とコンサルティングみたいなところに近いような働きをするような職種を今やっています。なるほど。ってことはレディフォーっていうプラットフォームがあります、そこにクラウドファンディングしたいですっていうふうに志願される方に対して伴走して、じゃあそれを達成するためまでずっと見ますよっていう話。そうです。そうなんだ、でもそれどうやって持ってくるんですか？自分たちから売り込みに行くんですか、それとも応募した人たちが振り分けられていくみたいな感じですか？どっちもあって、今私が実はやってる仕事はどちらかというと営業寄りというか。なるほど。営業提案みたいなのしてるんですね。そうですね、企画提案してますね。実際一番難しいケースってどんなケースですか？実はクラウドファンディングの成功率って業界水準 30% なんですよ。30%? で、うちの会社で 75% なんですよ。そうなんですか。そう。やっぱりそこって達成に向けてコミットするっていうのをもちろん私たちもしますし、達成させるために目標金額下げるとかもそうなんですけど、一回ちょっと時期置いて育てるみたいなこととかをするケースも実はあったりします。ちなみに育てるっていうのはどういうことですか？やっぱりネットワークがなかったりするとどうしても無理だったりするわけで、こういうことした方がいいですよみたいな話をさせていただいて、タイミング見てからやったらどうですかみたいなところは、その団体さんとか個人の方とかに合わせて提案をして。そういうことですね。 NPO とか社会貢献に関するようなクラウドファンディングだとしたら、1年の中でここの月数は多いけど、どっかは閑散期だよみたいなのってあるんですか？繁忙期と閑散期みたいな。実はあんまりないんですけど、
ないんですけど、強いて言うなら、はい、12月って寄付月間っていう、そうなんだ、言われているんですね。なのでやっぱり寄付を集めたいっていう団体さん割と多くって、12月は結構やりたいみたいな方々が多かったりする。逆に1月とかってやっぱお正月とかもあるので、社会全体としてもそういった寄付とか、はい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 、やっぱりこうクラウドファンディングとかってあんまりこう乗りにくかったりするので、1月は割と少ない。なるほど。ちなみにもう一点聞きたいのが、はい、一番嬉しかったとか、これはマジできつかったなみたいなのってありました？きついのは時々まあまああります。あ、そうなんですね。どういうきつさですか？皆さんが知ってる団体さんとか有名だからたくさんお金が集まるっていうわけで多分ないかなって思っていて、やっぱりその人自身がどれだけ動くかとかもちろんそうですし、動かないと結局集まらないですよっていうのがベースにあるので、そういうところがうまく理解されてなかったりとか、その団体の規模が大きければ大きいほどそういったところって難しくなったりするケースもあるので、大きいからいっぱい集まるってわけではないっていうところもあるかなと思っていて、なるほど、なかなかそういう案件は結構厳しいケースもあったりします。それはどうやって動かすんですか？いやもうやってくださいよまあでも担当者さんとの関係作りはベースだと思うので、しっかりそういうところを一緒になって考えるみたいなところはもちろんありますし、できる手段の中でじゃあ優先順位つけてあげるとか、じゃあ達成させるためにじゃあこれとこれとこれは必要だから、じゃあそれをやるためには何をしたらいいですかねみたいなことをこうこっちで考えて、それをお願いしていくとか。ちなみに斉藤さんが今までで一番高い金額受託したのって覚えてます？グループとして見たらそれこそ1億のものとかもあったりする？全然あります。すごいっすね。ありますけど、会社として見ても全然2億とかそういった1個のプロジェクト。それどういう関係のやつなんですか？絶対国際協力系ではないですよね？ではないですね。国際協力は多分最高で5000万とか。待って、でも5000万あるんだあります、あります。すごくない？それどんな案件だったんですか？ミャンマーのクーデターの時の支援は5000万超えてますね。あとウクライナも最近だと結構研究支援系で来ていて、それも5000万はいかんか、4000万とか。すごいわ。そうなんだ。へえ。でも今ってレディフォーだけじゃなくて、はい、他のところもクラウドファンディングってめっちゃあるじゃないですか。どういうふうに競合を差別化していくんですか？やっぱり強い分野っていうのは各会社さんではあったりするので、まあうちの会社であればやっぱりそういう社会貢献性が高いようなプロジェクトはやっぱり多いっていうところが一個売りだと思いますし、やっぱそういったものに関心があるユーザーさんがたまっているっていうのは一個売りかなっていうふうに思ってますね。なるほどな。面白いですね。ちょ、最後に一点だけ聞きたいんですけど、今後斉藤さんはどういうふうにしていきたいのかなっていうのを聞きたいなと思っていて、まだ悩んでるっていうあるんですけど、でもやっぱりその自分の性格的なところも考えても、そういったサポーター的なところというか、社会貢献性の高いことをやっている団体さんをしっかりこう応援しながら、まあやっぱり業界がこう盛り上がっていくことで社会課題の解決っていうところを間接的に関わっていけるといいかなっていうのは確かにずっと持っているので、そこの部分は多分変わらずできるといいかな。なるほど、ありがとうございます、はい。まあ、ってことで、まあ、この動画3つを通してですね、まあ、今回は国際協力の中でも社会科学協力隊出身で今レディフォーで働かれている斉藤さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。